こんにちは、ドクター熱血です。さあ今回は第75回にして雑談やっていきたいと思います。前からね、雑談スルスル言って結局やってなかったんで、もう今回はゆったりまったり雑談しつつイベント周回したいと思います。ですね、もうブリーチ14年目に入ってます。皆さんどの辺の話が好きですかね。絵柄もさ、随分変わってるじゃないですか。僕個人としては、ソウルサイティ編、ルピア救出編の絵がすごい好きなんですよね。あの頃のイチゴが一番僕は好きですね。最近のだと、その、なんつうの、かっこよくなりすぎちゃってるっていうか、ちょっと、女の子ファンが喜ぶような感じな、綺麗な絵になってると思いませんか。僕個人として、もう多くいいか。個人としてはソウルスサイティ編の頃のが一番好きなんですよね。話としてはもちろんソウルスサイティ編もそうだし、アランカル編もこの2つがやっぱ好きですな。アイゼンが好きなんで、その2つになるよねっていう話ではなるんですけど、で全部で大きく分けるといくつになるんだろうね。これで言うと第1編第2編とかの話で振り分けるかね。フルプリング編はみんな人気がなかったからアンケで落ちちゃったっていうところですよね。今のその千年決戦編、ごめん、やばい、ちゃんとした名称が分かんない、最終章は結構面白いとは思うんですけどね。アイゼン出てるし、シテミニッターで A から Z まで26人かよと思ったけど、13体で隊長副隊長を合わせたら26人っていうのを考えると、また26人かとは思ったんですけどね。だれちゃってるかは否めないし、つい最近のジャンプとかは面白いですよね。本当うまい言い回しだよなとかね、いろいろありますけど、なんだかんだ言うのはやっぱもうブリーチが好きなんですよ。本当にもうこんな課金するぐらいに、なので本当盛り上がってほしいなとは思いますけどね。ようやくなんか最近ジャンプの案件も上がってきてるのか、真ん中ぐらいに上がってきましたよね。最初本当に最近ケツのこともあったぐらいだったのに、だんだんと上がってきましたよね。なので今後もこの順位を保ちつつ、むしろ今後どんどん上がってってほしいなと思いますよね。いろんなキャラ出しすぎて、ちょっと風呂敷広げすぎてて、まとまりきってないっていうか、否めないですね。皆さんはどのあたりの話が好きですかね。今敵倒したからちょっと、今1超えたから今4突したばっかなんだけど、もう一周してる間にお話しましょうか。あとはそのアニメ派だった人っていうのがいるかどうかっていうのは気になりますね。どうしてもアニメ見てる人の場合はアマガイとかね、あとはピッコラさんごめん、一番最後の名前が出てこない、ごめん、ちゃんと調べてから収録し始めればよかった。何編だっけ調べよリーチアニメ最終ここまで、何編だっけか、
あ、進軍編か。進軍編、進軍編はすごい良かったですけどね。特にその最後とか作画むっちゃ綺麗で映画化ぐらいな感じですごいよくできてましたけどね。なので、あの、見たことない人は見てくださいっていうぐらいに最後のあの進軍編、特に本当のラストのラストとか本当にいいところですよね。まあ、あの、僕声優オタなんで声優の話しちゃうと、例えばその山 G の方が、山 G の声優が亡くなられてるんで、そうすると、あの、最終章山 G 見せ場があるから、アニメ化するにはだってどうするんだろうね。どうしても使い回しはできないだろうから、まあ、もしアニメ化するんだったら別の声優さんになっちゃうけれども、じゃあ誰にするかとかね、非常に難しい問題ではあるんですけどね。まあまあまあ、あとはそうだな、アニメ化の話だと、まあアニメが好きでブリーチ入ったっていう人もどれぐらいいるんだろう。まあ基本俺原作コミックスが好きだっていう人が多いと思うんですけど、アニメ派っていう人はどれぐらいいるんですかね。僕はアニメも見てました。で、別にアニオリも、まあ、っていう話もあったけど、まあまあまあ別にっていう感じかな。まあ好きな話とかもあるし、あと映画とかもね、全部見てますけど、映画も楽しかったですけどね。なので、まあそういった話を今後もっと広げていけたらなと思いますけど、2週だけじゃ全然あれだな、雑談の導入の導入しかなんないな。まあ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 、あとは今度生放送とかしつつね、あのブリーチの話をしていきたいなと思いますけどね。生放送する場合はニコニコ生放送でやろうとは思いますけど、まあ需要があればという感じですかね。ブレソル放送ですね、やってみたいとは思います。定期的にやるのもありかな。まあ、ちょっとそういうのも検討しつつ、まあ、2週に1回とかね、ちょっと検討していきましょう。というわけで2週終わっちゃいましたんで、今回の雑談はこんな感じで終えたいと思います。今後ですね、こういった雑談の方、まあ、今回ちょっと何も考えずにダラダラと喋っちゃったんで、ちょっと今俺何の話したかなって思い出せない感じなんですけど、今度からちゃんとどんな話題を振っていくかちゃんとメモしつつ、しっかり話まとめていきたいと思います。まあ本当ブリーチが大好きな人たちを集めてブリーチ話をねしてみたいものですね。はい、というわけで今回は、雑談導入編、まあ、雑談第1回ということでお話を終えたいと思います。以上ドクターネクスでした。カムナヤ、自分の名前カムナヤ、ドクターネクスでした。お疲れ様でした。